まあ、今日お二人とも山形に降り立って山形の印象っていうのはいかがでしょうか。どうですか山形県は。僕はそうですね、コンサートそれこそ山形交響楽団でしたり、まあ、公演もありました。ソロの方もやらせていただきましたし、うん、昨年は2台ピアノでも演奏しに来たかなと思うんですね。テルさんの方でしたけど、で必ずこのホーム、まあ、駅に降り立ってさくらんぼをおばさんが売っててでおばちゃんのところに行って、一番いいさくらんぼを必ず3箱ぐらい買って行くんですね。で今日もだから買ってきましたけど、買いました今日。買いました3箱買いましたけどあのさくらんぼ大好きなんで、でもなんかそのさくらんぼ美味しいし、まあ、もちろんご飯も美味しいし、うん、であとすぐそこもう山とかも見えるんで、うん、自然が豊かなので、まあ、来た時にはすごくリフレッシュして帰る気持ちになりますね。ありがとうございます。佐藤さんいかがですか。先に言えばよかった。俺はもう本当に演奏会でしか来たことないじゃないですか、はい、だからまあ新幹線で着いて、まあね、隣のホールかここのホールかしか知らないので、うんうん、ただまあ来るまでやっぱりすごい自然が豊かで、で山形のまあ知り合いの人たちが美味しいものを届けてくれるっていうイメージはやっぱりすごいあります、うんうんうん、美味しいものというのはどんなものですか。例えばずんだ餅でしょずんだ餅だよねあと前おっしゃってただだちゃ豆も。あ、そう、だだちゃ豆、あ、そう、だだちゃ豆だそう、あれはすごい限られた時にしか入らないね、はい、夏、7月から9月ぐらいにかけて。そうそう、だだちゃ豆美味しい、もう枝豆と全然違うからね、そういう類の豆なの。そう、もうある、名残が説明する必要ないから説明お願いします。限られた土地で限られた期間しか取れない、はい、なんかお酒と一緒にとか、食事と一緒に。ああ、まあもう本当はビールと飲んだら、うん、食べたら最高だね。食べてみたいです、うん、はい、では本題に入りたいと思います。今のが本題。今回のツアーですけれども、佐渡さんとソリッタさん、お二人のツアーですが、お気持ちはいかがですか。まあ、僕はもう何年前だっけ、6年前一番最初にやって、うん、まあ、その時からすごい、まあ、青年が現れたなっていう感じだね。まあ、もう年齢的にはちょうど息子ぐらいの年なんですけど、うん、まあ、でも本当に、まあ、技術ももちろんそうだし、やっぱり持ってるハートもすごくあるし、まあ、今回も13回のツアーなんですね。全国回るんですけど、うん、本当に毎回面白いし、どんどん何かこう新しい刺激が生まれていくっていうかね、まあ、そこがものすごく多分練習してんだろうけど、何か練習してそれを披露しましたではなくて、全てのことがその日の本番のためにあるっていう感覚が起こるんですよね、うん、だからなんかもうロックバンド組んでるみたいな、そんな感じですよ、うん、それそうですね。僕もあのそれこそ最初に共演してから、まあ、2年ごとぐらいですかね、うん、共演させていただいて、で普通にこう単発のコンサートっていうわけではなくて、こうツアーを通してっていうコンサートが佐藤さんとでは多いですし、うん、今回このツアーが終わる頃には多分50回ぐらいは共演していることになるかと思うんですけども、うんうん、それこそ本当に佐渡さんのことは本当に指揮者としても尊敬してますけど、まあ、あのお友達としても、うんうんうん、まあ、パパみたいな存在ですから一緒に遊んでくれたりするし、うんうん、面倒も見てくれるのですごく一緒にいて楽しいですね。しかも日本だけじゃなくて、それこそ海外でもお世話をしてくれたり、ここうまいでって言って連れてってくれたりとか。この間ウィンに来た時に、はい、まあ、僕は年のうち何ヶ月かウィンに住んでるんですけど、電話かかってきて、10時半、夜の10時半ぐらいだったかな、お腹減りましたって電話かかってきてじゃあ弁当作るかって言って弁当持ってったんですよ、僕が弁当作って。すごいあのもう夜だったので店が閉まってるからね。そうで、なあれ何でしょう、キムチ丼みたいなそうそうそう、キムチ鍋みたいな、そういうのを作ってくださって、それかまあ毎回
のウィーンで会うときはなんか食事を提供してくださるんですけど、美味しいんですよね。本当にお父さんみたいな。そうですよね。それほど仲良くないんですだから。そんなことないです。どんな存在？言うてなんですお互いどんな存在ですか？まあまあ本当に僕は子供みたいな年齢って言ってたけど、はい、やっぱりそういう感覚は、まあ、どっかでね何か相談事があったら人生の先輩としてはもちろん何でも言ってあげたいし助けてあげたいと思うけど、でも本当になんていうかなすごくいいなと思いますよ。この年齢の時の自分を思い出すとね、もうなんか音楽やる、まあ音楽で飯食っていけるかどうかっていうことで頭いっぱいだったのに、まあ自分で自分の会社を作って自分のオーケストラを作った、まあ、将来は自分の音楽学校を作りたいまで行ってて、そういう企画力、それからそれの行動力ね、まあなんか本当に、まあ、そういう部分は尊敬できるなですね。佐藤さんはどんな存在ですか？まあ、あんまり僕人に愚痴とか言わないタイプなんですよ、だけどこの前相談ごとに一回どうすればいいですかみたいなことを相談したことがある。それはもちろん何でしょう、音楽的なこともそうですし、人間としてどういうふうにあるべきかみたいなことを、でもその佐藤さんから一言ポッて出たところでやっぱりこう、あ、やっぱそこだよねっていう自分の中での肯定感だったりっていうのをしてくださったりするので、まあ料理作る人だけじゃないんだなっていうのはで、まあ、今回ね肯定を演奏いたしますけども、本当に僕にとってはそれほど回数を重ねてきた曲ではないんですよね。佐藤さんと弾くまでは、まあ、4、5回程度だったと思うんですけども、今まではこうロシアもの、ラフマニノフだったプロコフィエフっていう作品を結構演奏してきたんですけども、初めてドイツ音楽を一緒にこうして演奏できるのはとても楽しみにしましたし、今回また初日からすごいいい幸先のいいツアーだったんですけど、最後になるにつれてまたどうなっていくのかなっていう楽しみもあるので、個人的にはとても楽しみですし、オーケストラもオーケストラ皆さんいい方々、優しい方々多いのでフレンドリーですし、だからこう演奏し終わる頃には今日のコンサートもですけど、すごいあったかい会場に熱気が包まれて笑顔で帰られるんじゃないかなと思います。今回皇帝を演奏されると思うんですけれども、どういうところを見どころでしょうか？変歩調調っていう調整なんですね、はい、これってどうでもいいように思うかもしれないけど、やっぱり楽器の鳴り方っていうのがあるんですよね。でやっぱりその変歩調調っていうのは、まあ、例えばいろんな歴代の作曲家が例えば神様を表したりとか神々しさを表して、だから色でいうと金色の音がするっていう感じなのね。で割と管楽器はそういうのが得意な調整なんですよ。弦楽器はどっちかというと曇ってる音が、その曇り具合と輝き具合っていうのがすごく大事なんですよ。でまあ、ベートーベンなので割とこうなんていうかな、重くてこうグッていうその堂々としたとかっていう言葉を使われるかもしれない、まあ、僕らはあんまりそれも意識しないし、軽い演奏しようというのも意識しないんだけど、本当にベートーベン何を求めてるかを考えてんだけど、やっぱり添田君とやってるともう本当にねこうなんていうの、金のこうなんていうかな、金箔がこう空中に散らばってるようなね、もう本当に一音一音がすごい輝いてるので、皇帝の音楽、お互いのどんなところに注目しながら見てもらいたいですか？そうですね、僕はやっぱり一つまず最初に言えることは、僕も3月ぐらいからちゃんと指揮を勉強しようと思ってウィーンの方に僕も行ったりしてるんですね、でやっぱりそこでウィーンでそれこそ交響楽団だったり
佐藤さんのトーンキュースターだったり、例えばウィーンフィルだったり、いろいろもうその1週間はもう3日間連続でオーケストラ聴きに行ったりみたいな、本当に音楽漬けの日々を送っているんですけども、やっぱりそのウィーンの何でしょう、こう伝統あるイントネーションというか、こう語法でしたり、そういったこう山形にも山形の方言があると同じように、そのウィーンにもドイツのドイツにもそういうのがあるともちろん思っていて、やっぱりそう佐藤さんが振られるとそういったところが出てくるっていうのは、やっぱりそれがたとえ日本のオーケストラでもそういったイントネーションが感じ取れるっていうのが僕はとても嬉しいことですし、あやっぱさすがだな、すげえなっていうふうに心の中では隣で弾きながら思ってたりしますけど、もしかするとあのクラシックを好きであってもその違いがわからない方はもちろんいると思います。僕だってよくまだ明確に分かってないところもありますし、だけども一旦聞いていただいて、あこれが、佐藤さんがこう振られてオーケストラがどう反応して帰ってくるかっていうそのレスポンスがそのウィーンの、響きなんだよな、サウンドなんだよなっていうのをぜひ体感してほしいなっていうのが、まあ、まず大きく一つ言えることかなと思います。確かに今あのそういったが言い出したけど、うん、初めて聞いた人が、うん、あやっぱりこんなに壮大でね、でこんなに輝かしくて協奏曲ってこんなに面白いんだな、だピアノがソロでオーケストラ伴奏してるのはなくてソリストが何か仕掛けてくる、オーケストラが何か仕掛け返す、一緒に何か作る、やっぱりそうしたものの代表作ですからね、皇帝っていうのは、だから、まあ、初めて聞かれる方もぜひ楽しんでいただければと思います。ちなみに演奏中って何を考えていらっしゃるんですか？考えてるんですかね。何考えてるんですか？佐藤さん結構歌いますよね。ああそれはもう完全無意識だね。僕も結構無意識に声が出るときはありますけど、まあ日によりますよ本当に。腹減ったなとか暑いなとかね。暑いな、よくありますね。舞台によってやっぱ違うので、多分今日も暑いかもしれないですね。今日は何考えて演奏されますか？いや、それを振られたらそれを考えざるを得なくなっちゃうところはありますけど、まあよく僕考えるのはその例えばその地方に行ったら地方に行ったでお友達だったり、それこそ山形交響楽団 のコンサートマスターのアシスタントを務めてる子が僕の同級生だったので、やっぱり彼聞きに来てんのかなとか、そういうご当地での友達とかの顔っていうのはどうしても出てきたりします、ね、うん、お友達いらっしゃるかもしれないですね。どうか分かんないですけどね。まあ音楽家って今鳴ってる瞬間の音を聞いてるじゃないですか、でもその音はもうすぐ過去になってしまって、この先何かスリルあるところに行くのか、リラックスするところにいるのか、先のことを常に見ながら進んで、まあ、特にまあ指揮者なんかはあのこの先みんながなんて急流に行くとかね、あるいはストップするとか、そういうことを指示しなきゃいけないので、先を読まなきゃいけない、でも今なってる音はやっぱり聞いてなきゃいけないわけですよね。でもうすでに作った1楽章の冒頭の記憶を、その日の2楽章3楽章にもつながっていくわけだから、そういう意味ではその、まあ、集中してるそういう部分もありながら、お腹減ったなとか暑いなとかそういったニタニタ笑ってるなとかそういうことも考えております。たまにメンバーと目合わせて、あのお互いにらめっこしたりしますけど笑うなよみたいな真面目に考えながら、程よく、まあ、それを考えられるってことは、まあ、ある種のこう自分に客観的余裕を持たせるところもありますけど、